皆様、お久しぶりでございます。武田的ニュース再開のお知らせです。早速の手たらくを見せる武田的ニュース。皆様、思っていることでしょう。期待外れ、許してください。いや、許せ。まずこの5月から8月までの3ヶ月間、私の身に何があったかを簡単にお話しさせていただければなと感じております。まずは6月です。私武田の中では大きく2つの出来事がございました。日本選手権と千葉県選手権、この2つになります。日本選手権では皆様にチケットをタダで配るという機構 by アシックス。視聴者の皆様に会うのはもちろん、久しぶりに会う選手も数多く、そんな皆様からたくさんエネルギーをいただく素晴らしい大阪の日本選手権になりました。そして次は千葉県選手権になりますが、こちらはぜひ動画をご覧ください。非常に悔しい結果になっており、武田は編集後一度も動画を見ていません。次に7月です。僕の誕生日、山形県選手権、そして世界陸上がありました。誕生日は彼女に祝ってもらいました。さすがに嬉しかったです。 TKD プロジェクトの男性視聴者の8割は彼女がいないというデータはすでに取れており、 TKD プロジェクトの男性視聴者はタイムマウントを取るのではなく、彼女がいるマウントをのみ取っていいことになりました。次は山形県選手権で、こちらも動画に上がっているのでぜひそちらをご確認ください。一つポイントを挙げるとすれば、山形県戦で一番盛り上がった電王の登場シーンを選手紹介でする下りですが、この危険な真似をした視聴者から連絡が来ました。その VTR をご覧ください。4レーン作新学院大学栃木。これに対し僕は、僕より上手くて嫉妬した、しかも舞台も関東選手権の準決勝で羨ましい、などとほざいておりました。最後に世界陸上になります。陸上系 YouTuber にもかかわらず、チャンネルでは世界陸上にはノータッチ、このことに対し僕は普通に一視聴者として楽しんでました。何か文句ありますか、などと言っており、相変わらず YouTuber は失格。しかしその中でも、マブダチのノアライルズの優勝と世界歴代3位はさすがに痺れた。あれを見てテンションが上がらない選手は陸上選手ではないと、いきなり敵を作るようなコメントも残しており、今後の活動が心配されております。その他にも、世界陸上から帰ってきたばかりの松永選手とも合流し、お土産のオレゴンとディズニーの T シャツだけもらい、松永選手の素晴らしいお土産話はほとんど聞いていないようです。嘘です。そして8月です。今シーズンは怪我や度重なる体調不良からなかなか思うような結果を残せなかった私武田ですが、7月中旬から8月上旬にかけて合宿などを挟み、久々に自信の持てる練習量を積むことができました。そして8月中旬に控えていた関東選手権の1週間前に今年2回目のコロナに感染し、全てパーです。おりゃー。